私のような凡夫でも悟りや釈迦入滅時のような究極の涅槃にたどり着くことはできるのでしょうか。これはなかなか誰にも答えられないと思いますね。まず第一にですね、仏教の教えっていうのは実践すれば徐々にではあるが確実にその改善していきます。ただその釈迦という仏教の階層と同じ入滅時の涅槃の状態にたどり着くことができるかということについては仏教各派で諸説あるわけです。それはできないと。次、弥勒如来が来るまでその釈迦と同じ位に行く者が現れるのは待たねばならないというのがそのスリランカとか東南アジアの南伝仏教テーラーワータの主張なんですね。ですから私があそこに行ってどこだったかな、ラオスだったかな、に行った時ですかね、その完全な下脱っていうのはどうなんでしょうかとか、それが完全な下脱を果たしたアラハットっていうね、アラカンというものこれはいるんでしょうかって言ったら We have to wait until マイトレアブッダ will come って言って俺は終わりっていうんでそこまで待たなきゃいけない。でいつですかってなると経典には56億7000万年後という感じになって、そんなに待ったら太陽が地球を飲み込んでるんじゃないかって話になる。これはまあ経典が56億7000万年って言ってるのはそれは誤解じゃないかと、吐卒天のその寿命これを取り違えてそういうふうにしたんじゃないかと。今弥勒はその吐卒天にいるから吐卒天の寿命まで生きてとかそういう話ですから、56億7000万年待たないと弥勒如来がやってこないと、そういうふうに考える必要は必ずしもないと思いますが、しかしまあ簡単に言うと釈迦がその弥勒の到来に関してそのように話したとすれば、そのように話したかどうかも釈迦が書いた本が残ってないから分かりません。言い伝えですからどっかで改ざんされてるかもしれませんが、仮にそう言ったとしたらその夢、後世の仏道修行者は釈迦と同じ境地に自分が立ったというようなことを考えず、それは慢心になる可能性があるから、遠い将来に弥勒が現れるまではそんなことはないんだと、謙虚に絶えず一生愚道しなさいというような戒めとしてそういうのを与えたんじゃないかと、まあそういうふうに思います。そしてその弥勒という存在自体もですね、自分がまだ悟っていないということで救済の時を待って56億7000万年吐卒天で、まあ、修行を続け自分が下生というか降誕するのを待つと言いますから、これも未完成の如来、未完の菩薩弥勒というそういったイメージは強く、この弥勒菩薩をもって仏教の謙虚さを重視する思想、これを象徴すると解釈する人もいます。謙虚さこそですね、愚道においては非常に重要だと思います。ですからまあ簡単に言うと、この質問された方も含めて皆さんが修行して、ある時私は釈迦と同じ境地に到達したと思ってしまうと危ないなと思うんですね。それが修行の要点であります。で、ただですね、もう一つ言えるのは、修行というのはそのいつ着くんだろう、いつ到達するんだろうと考えずに、その日その日一生懸命やっていると気づいてみると到達しているというような表現をとります。川の流れのように焦らず怠まず、一日たりと休まず、一日たりと休まないが焦ってバーッとせくこともなく、大河がゆったりと毎日毎日焦らず怠まず無理せず休まず絶えず流れるように、そのようにゆったりとしかし着実に一歩一歩修行をしなさい。そうすると大河は気づいてみると大海に注いでるではないかということですね。だから自分が毎日毎日一生ずっと修行をしていくぞという決心が固まった時に、それまで決心が固まらないわけですよ。自分も修行したら釈迦のようになれるのかな、なれないのかな、自分はダメなのかなと思って修行やったり疑問が出てきてやらなかったり、そうじゃなくて一生修行を続けていくぞと、いつ悟れるかなと考えず毎日毎日一生修行を続けていくぞというような、その強い決意、これが固まった時にバーンと悟っているんですよね。
だから要するに東大元暮らしっていうかパラドックスというか、自分は悟れるんでしょうか、いつ悟れるんでしょうかって言ってる間は悟れないが、いつ悟れるのか、あ、その自分は悟れるのかということを考えずに今日やるべきことにガーンと集中してると、釈迦と同じステージかもしれません、もしかすると、うん、こういうもんなんですね。なぜかというと煩悩っていうのはですね、人間の煩悩、早く楽に幸福になりたいというのが煩悩です。もう少し言うと今の自分さえ良ければいいっていうのが煩悩、中核の無知ってですね、いろんな煩悩の中核に無知という煩悩、根本煩悩があると言います。この無知という根本煩悩、ものを正しく見ることができないなどと言われます。でこれを分かりやすく定義することは難しいですが、あえて分かりやすく定義すると、今さえ良ければいいというふうに定義したり、早く楽に幸福になりたいっていうふうに定義したり、することができると思うわけです。でこれが煩悩の根本です。そして釈迦と同じステージ、すなわち入滅、涅槃というのは煩悩の死滅なわけであります。つまり無知を死滅するということです。で無知を死滅するどういう方法があるかというと、いつ自分が煩悩をなくすことができるか、果たしてなくせることができるんだろうかという焦りの心、早く楽に悟りたいという心を召して、いつまで延々と努力して、でそれでも延々と悟れなくても構わないと、ともかく延々と努力すると、そういうようになった時にはその日にはギュンと悟れるかもしれません。つまりどこだいつだと言ってれば100年経っても悟れないが、100年でも万年でも永遠と修行すると言ったらその日でバッと悟るみたいなところがありますね。ここが難しいところですね。煩悩との戦いっていうのはですね、まあ、なんていうんですか、つまり我々の心のあたり普通煩悩なわけです。だから煩悩で煩悩との戦いを見るとですね、煩悩で悟りっていうものを考えるとですね、うまくもともといかないわけで、だからこれはダメだなと、私がこの悟りがいつ訪れるのか、釈迦と同じ悟りを得られるのかって考えれば考えるほど逆に煩悩が増大していると、うん、これは煩悩にうまくやられているんだと、目の前に煩悩という敵がいて、で自分はその煩悩を超える仏法の集団として煩悩と戦ってるんだけど、自分の集団の中に煩悩のスパイが入り込んで、煩悩軍はなかなか大変だぞ、お前の場合煩悩を滅せないぞ、お前の場合は釈迦みたいになれないぞ、お前の場合は延々と悟れないぞ、悟れるかどうか、悟れもしないのに努力してもそれは無駄じゃないか、そうだろうっていうふうにこう絶えずわめいてるわけですね。だから自分の内側に煩悩軍が入り込んでますから、客観的に見ると煩悩っていうのは努力すれば少しずつ減っていくわけであります。しかし煩悩の方はですね、我々がその努力をするのを妨げる奥の手を一つだけ持ってるわけです。我々の中に入り込んで、煩悩は強いぞ、お前の場合煩悩破壊なんか無理だぞ、釈迦みたいな絶対なれないぞ、やっても無駄だぞと自分側から叫ぶわけです。それで我々はそうだな、大変だな、いつ悟れるなんかって分かんないしなと思って、煩悩と戦う前に自分で煩悩と戦うのをやめてしまうわけです。つまり煩悩は長期戦には弱いが、しかし陽動作戦によって短期的に不戦敗に我々を追い込むという手段、これを非常に巧みに操る。これによって多くの人はですね、煩悩死滅の道、悟りの道、これを自ら放棄しています。不戦敗ですね。戦えば、長期戦に持ち込めば絶対勝てるのが煩悩との戦いです。しかしその自らそれをやめてしまう、これが煩悩が勝利する時です。だからほとんどの人に対して煩悩は不戦敗じゃなくて不戦勝なんですね。煩悩は弱いです。非常に長期戦に持ち込めばどんどん弱っていきます。しかし煩悩は悪賢いわけです。でこれが非常に強力なんですね。弱い自分を非常に強く見せる点においてすごく巧みで、しかもそれを外側じゃなくてその人の内側から内側から言うわけです。よってブッダは心は自分じゃないと、心は自分が制御すべきものであると、ブッダの教えによって高められた知恵、これによって煩悩という自分の内側の敵、これに打ち勝たねばならないと。もしこれが外側の敵でですね、皆さんが外側からですね、煩悩は強いぞ、お前は俺に立ち向かっても勝てないぞって言われたら、焦ってるなと、
弱い証拠だって分かると思うんですが、皆さん内側からやっても無駄だよやっても無駄だよって言われるとですね、それに負けてしまうというんです。ということで煩悩との戦い、時間はかかるがやればやるだけ徐々にであれば確実に、まあ、勝つことができるというか煩悩を減少させることができる、これは仏法の基本的な考えです。しかし煩悩と戦いに負けることが人間が多いのは自ら負けを選択する、戦いをやめてしまう、不戦敗によるものだと。でそのように導くのが煩悩という内側の敵なんだということです。これは世俗の戦いと唯一違うわけです。その外側に敵がいるんじゃなくて自分の内側に敵がいます。ただ世俗でも例えば剣豪宗武蔵や柳生宗悟のように達人のものは、そしてスポーツでもそうですね、真の敵は自分の内側にいるんだと。己こそ真の敵で己の弱さに打ち勝てば敵は外側の敵は己ずと制することができると、敵は自ら退くと、そういうようなことを言いますね。これは剣術と仏教の禅定、これは一つのお如し剣禅一如というふうにも言われますが、それが極意だと思います。ですが世俗と仏教が違うわけじゃなくて、真の敵は我々の内側にいるんで、外側の敵は我々が内側の敵を制御してないから重要に見えてきてしまって、内側の敵を制御すれば外側の敵は時とともに消え去っていく実体のない幻影だと分かるというところが、まあ、大きなのかなと思います。